こんにちは。本日は、デュアル SIM 運用についてです。デュアル SIM 運用とは、SIM を2つ使う、つまり、異なるモバイル通信会社の SIM を2つ利用して、スマホを使うことです。なぜ SIM を2つも使うのか、コストが高くなるだけじゃない、こう思うかもしれません。しかし、利用方法を工夫することで、お得に使うこともできるんです。本日は、電話はあまりせず、 データ容量が2イトくらい使ってデュアル SIM 運用する場合にどんな SIM の組み合わせが最安なのかについてお伝えしますデュアル SIM 運用ですけれども普通にスマホを使う場合このようなことをする必要はないですデュアル SIM 運用は2社の通信会社と契約しなくてはいけないので手間がかかりますし通信料金の支払いも別々になりますしかしデュアル SIM 運用することで 通信費用を節約しつつ便利な使い方も可能です。まずはじめにデュアルシム運用の一般的なメリットとデメリットについて説明します。それはこちらのようになります。メリット。スマホを2台所有しなくてもいい。電話番号を2つ持つ場合、通常はスマホや携帯などが2台必要ですね。電話番号を2つ持つことが可能。プライベートとビジネス。 国内用と国外用などの使い分けが可能。組み合わせ次第で通信料金を安くできる。一方の通信会社で通信障害が起きても回線を切り替えて対応できる。次にデメリットです。バッテリー消費が増えてしまう可能性がある。一部の機種なんですけれどもセルフスタンバイ問題というのがあります。スマホの選択肢が狭くなってしまう。 全てのスマホがデュアス対応ででないためですスマホの価格が高くなる傾向がある SD カードが使えなくなる可能性があるこれはですね SIM と SD カードがハイター利用のためですねまあハイター利用でない機種もあるとは思います通信料金の支払いが2社となるので管理が面倒では次に電話はあまり使わず データ利用量が月に2ギガバイトぐらいならどんな組み合わせが最安かについてお伝えしたいと思います。今まででしたらデュアルシムの一つは楽天モバイルでした。なぜなら楽天モバイルは1ギガバイトまでの通信料金が無料だったからです。しかし先日発表がありましたように7月からは楽天アリミット6から楽天アリミット7に移行するため最低料金は税込みで1,078円となります。 ですので楽天モバイルは以前よりもデュアルシム運用で使いにくくなりました。ただ使い方によっては楽天モバイルがデュアルシム運用する場合の候補にもなります。例えば電話かけ放題を安く利用したい場合楽天モバイルを使ってもいいかと思います。今回はデータ利用量が 2GB ぐらいで通話はそれほどしない場合を想定したデュアルシム運用です。なので楽天モバイルは使えません。 さて、ではデュアルシムでどんな組み合わせがいいのか。その答えですがこちらです。シム1ポポ2.0、これの音声つばシムです。シム2ビッグシムもしくは i i j m i o の2ギガバイトの E シムです。シム1はポポ2.0です。ポポ2.0は月々の通信料金はゼロ円となります。 ただし180日以内に有料のサービスを利用しないと解約される場合がありますので注意が必要です。SIM にはビッグ SIM もしくは IIJMIO のニンガバイトの eSIM です。ビッグ SIM はビッグカメラの格安 SIM で回線は IIJMIO のものです。基本的に IIJMIO のサービスを利用しています。なのでどちらでもいいんですけれどもビッグ SIM はビッグカメラのポイントを通信料金の支払いに使えたり イガゾという Wi-Fi を無料で使えるなど、IIJ MIO にはないメリットがあります。SIM1 は POP2.0 の音声通話 SIM にして、SIM2 はビッグ s i, i、J、m か IIJ MIO の2イトの eSIM にした場合、月々の通信料金はこちらのようになります。0プラス440円税込みとなります。SIM1 は POP2.0 の音声通話 SIM。 SIM2 をビック s i m か IIJMO の2バイ e s i m にした場合1か月の通信料金は440円となって2イトまでのデータが使える音声通話可能なモバイル回線として利用できます。いかがでしたでしょうか電話はあまりせずデュアル SIM 運用でデータ利用量が2イトぐらい使いたい場合の通信会社は POPO2.0 ポポとビック、e、s i m か IIJMO の eSIM の組み合わせです。 以前だったらポポ2.0ではなく、楽天モバイルが最強だったでしょう。ポポ2.0と違い楽天モバイルなら電話料金が無料になりますので、電話をかけたいと思ったときに通話料金の心配がないので配心ですからね。今回電話をあまりせず、データ利用料が 2gb ぐらい使いたい場合の最安のデュアル sim 運用についてお伝えしたんですけども、実はこれは私にとって最適なデュアル sim の使い方です。私のスマホの使い方ですと。 本当は月に 1GB ぐらいででもも、大丈夫かと思うんですけども2あればより安心です。あと一時的に電話をたくさん利用したい場合はポポ2.0の5分通話かけ放題や電話かけ放題のトッピングを選べば対応できます今回ご紹介した組み合わせ以外ですとビッグシムか IIJMIO の代わりに HIS モバイルのデータ定額440プランというものがあります これはデータ容量は 1GB までで月額料金は440円と安いです。また、HIS モバイルのビタップ,プランならデータ容量が 100MB で198円というものもあります。ただ、さすがに 100MB だと使える容量としては少ないと思いますので、最低でも 1GB のデータ容量のプランがいいと思います。デュアルスティム運用は使い方によっては便利になったりお得になります。 自分に合った使い方をすす。れば、モバイル通信の満足度が上が上るはずですあなたのスマホがデュアルシムに対応しているならあなたに合った使い方をいろいろ考えてみてはどうでしょうか今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。